どうもリエルです。今週発売される新作ゲーム17本紹介していきたいと思います。まずは13日プレイステーションでグレンヒルインシデント。1990年代のアメリカの架空の農村グレンヒルにエイリアンが来襲するサバイバルホラーゲームです。主人公のライアン・ベイカーは UFO に誘拐されそうな隣人たちを救うため野球のバットと数発の弾丸を装備したリボルバーで戦っていくことになります。ちょっと PC 版のバグが多いみたいでメタスコアが大変な数字に、あと日本語翻訳が PC 版はかなりひどかったみたいです。続いては14日にドルドーニ。水彩画のようなタッチで描かれたフランスのドルドーニを舞台としたアドベンチャーゲームです。プレイヤーはミミという女性となって、なぜか忘れてしまった子供時代の思い出を探す旅に出ます。当時の風景や香り、音を記憶しながら過去の記憶の日記を作り上げていくことになります。続いては15日プレイステーションでレイルウェイエンパイア2。19世紀の北米とヨーロッパに拠点を置く鉄道会社のオーナーとなって、都市と地方を線路でつなぎ人や物の輸送手段を提供することで都市と産業を発展させていく鉄道会社経営シミュレーションです。実在した60の蒸気機関車が登場します。最大4人で遊べるマルチプレイヤーモードも収録。シングルプレイ専用になりますが、スイッチ版は8月10日にリリース予定となってます。続いてはすでにスイッチでは発売されてますがプレイステーション版が発売するスティールアサルト。週末後のアメリカを舞台にしたレトロスタイルの 2D アクションゲームです。反乱軍兵士ハロー・タカハシが崩壊した世界の支配者に復讐を果たす物語が描かれています。パンチや電気鞭、ジップラインを駆使したアクションが繰り広げられます。続いてはザ・ハウス・オブ・ザ・デッドリメイクの Z バージョンです。アーケード向けガンシューティングのリメイク作品。 Z バージョンではショッキングな演出の追加と研究者への発砲が可能になってます。配信中のザ・ハウス・オブ・ザ・デッドリメイクを購入済みだと 50% オフで購入できるそうです。ただセーブデータの引き継ぎはできないそうです。続いてはスイッチでバーディーウィングゴルフガールズストーリー。テレビアニメバーディーウィングの世界を舞台にしたゴルフゲームです。アニメ本編で描かれたエピソードを再現したストーリーモードやジョイコンのジャイロ操作での対戦も可能なフリーモードを搭載しています。ギミック満載のパターコースを攻略するミニゲームを楽しめるそうです。続いてもまさかのゴルフかぶり、作ろうゴルフの森。自然豊かな郊外でゴルフ場のオーナーとなって理想のゴルフ場を経営していくシミュレーションゲームです。ランクが上がれば上がるほど作れるゴルフコースの数も増えていきます。ゴルフコンペを開いたりお客様の要望に沿ったコースを作ったりしながらゴルフ場を大きくしていきます。続いてはプロトコーギー。サイボーグのコーギーが主人公の横スクロールシューティングゲームです。コーギーは銀河系を支配しようとする奇妙なエイリアンに誘拐された天才科学者を救う旅に出ます。難易度はパピーからウルトラナイトメアまで調整が可能です。続いてはパンデミック1993。90年代のゲームから影響を受けた日本を舞台にしたサバイバルホラーゲームです。様々なクリーチャーを退けて音信不通の妻子を探し町からの脱出を目指します。
ローポリグラフィック、固定カメラやラジコン操作が特徴となってます。続いては神様と恋心。 PSP や PS ビータで発売された乙女ゲームの移植です。教会を舞台にしたシスター見習いによる育成恋愛シミュレーションゲームです。続いてはですね、白鸚記 SSL スイートスクールライフを任天堂スイッチ、こちらも2014年に PS ビータから発売された乙女ゲームの移植です。白鸚記のファンディスクに収録されたおまけコンテンツから生まれたスピンオフ作品、舞台を現代学園へと移した恋愛アドベンチャーゲームです。続いてはプレイステーション版は16日発売予定の Stay Out of the House。 スイッチ版は頭にスーパーがついてるんですが、違いは分かりませんでした。初代 PS 風のローポリで描かれたステルスベースのホラーアドベンチャーゲームです。プレイヤーは連続殺人鬼の家に閉じ込められてしまい、残された時間内に見つからずに脱出しなければなりません。続いては16日です。 F1 23、 F1 シリーズの最新レースゲームです。ストーリーモードのブレーキングポイントが再び登場します。また最新の技術によってコントローラーでのプレイ感覚が飛躍的に向上しているそうです。 VR に対応しているほか、オンラインプレイとクロスプレイにも対応しています。こちらのパッケージ版の発売日は7月の6日に延期になってます。チャンピオンエディションには3日間の早期アクセスがついてます。続いてはプレイステーション5でクライムボスロッケイシティ。1990年代のフロリダを舞台にしたコープ型のクライムアクション FPS。 レザーバードックスのマイケル・マドセン演じる主人公トラビス・ベイカーが縄張り争いや強盗を通じて犯罪組織のトップを目指していくことになります。1人または最大4人の PVE 協力プレイモードにも対応しています。めちゃくちゃ面白そうなんだけどな。続いてはレイヤーズ・オブ・フィア。一人称視点のホラーアドベンチャーゲームをアンリアルエンジンで再構築。2016年にリリースされた同名タイトルと2019年の続編、そして配信されていた2つのダウンロードコンテンツをリマスターした作品になります。すべての物語をつなぐ未公開のストーリーも収録されているそうです。続いてはパークビヨンド。テーマパークの経営者となり、楽しさと収益性を両立させながらビジネスの成功を目指すテーマパーク運営ゲームです。お店の装飾やアトラクションの配置を決めたり、重力に縛られることなく自由にテーマパークを作ることができるそうです。続いてはスイッチでしましま鉄道局。物語に満ちた不思議な島を旅するユニークで楽しいパズルゲームです。鉄道エンジニアとして線路を敷設し、駅を接続し、ハオカ諸島の秘密と神話を明らかにしていきます。ということで以上です。そして先週の紹介漏れなんですが、イースタンエクソシスト、神魍魎の妖怪たちが跋扈する世界で戦う難易度高めの 2D 横スクロールアクションゲームです。主人公が2人いて、妖怪ハンターの男の剣士と半妖の少女の2人から選ぶことができて、どちらの主人公を選ぶかで全く異なるストーリーが展開されるそうです。こちら PC の Steam の体験版をやってみたので、この動画の後に
今更なんですがあげたいと思ってます。そして6月15日に異能と学園 RPG シカトリスの体験版が全プラットフォームで配信されるそうです。ゲーム序盤をプレイすることができ、製品版へのセーブデータ引き継ぎも可能ということなので、面白かったらそのまま製品版に突入することができそうです。あとそうそう、ピノッキオかピノッキオかわからんけど、ソウルライクアクション RPG、ライズオブピーの体験版、配信されていて、6月27日までということなので、FF 出る前にやっておきましょう。と思ってたら、ファイナルファンタジー16の体験版が本日6月12日の17時頃より配信するそうです。2時間以上のプロローグ部分がプレイでき、セーブデータは製品版に引き継ぎ可能ということです。また体験版をクリアすると新たなコンテンツ、スペシャルバトルデモが開放されるそうです。やんなきゃ。以上です。ご視聴ありがとうございました。リアルでした。